出てきましたけども、まず左手の岡本神戸は2号機ですか。2号機です。そうですね。はい、これは万能型と言われていまして、まあ、一応どんなところでもこなせるということで、まず出てきたようですね。続いて右手の白鷺の方は、はい、1号機。2号機ですか、川口最初は。はい、八号機と言われているやつでしょうかね。大きいやつですね。そうですね。はい、8輪で、今もあの瓦礫を乗り越えてきましたけども、素晴らしい投破能力ですね。はい、今こうやってですね、お互いの反対側の球場まで行かないといけないので、はい、それを目指して、今、白鷺の2号機は行っているところでしょうか。白鷺の2号機。はい、今反対側からですね、はい、来ていますから、岡本神戸の3号機とキャプテン、おそらく今、やり取りしてますね。そうですね、調整をしているところだと思いますよ。はい、でもこの瓦礫を前に置けるのではなく、すごくうまく横に置けましたよね。そうですね、ああやってやると、まあ、白鷺の方もちゃんと通れるということで、うまい連携ですね。はい、そして白鷺の2号機ですよね。はい、今、そうですね、今白鷺2号機は、瓦礫岩に向かっているところですけども、ごめんなさい、頑張ろう神戸の方が手前の道をですね、はい、今から進んでいこうとしているところですね。そうですね、はい、今先頭に立って、はい、3号機が、連結瓦礫を押しのけているところですね。はい、そのところに2号機が、そうですね、これもうまい連結ですね。どのダミアンの球場に向かうんでしょうか。はい、今3号機が、ガンバロコムの3号機が瓦礫を押しのけまして、道をクリアにした段階で、家瓦礫、あれはどっちの方だっけな、緑ですので、ガンバロコムの、そうですね、はい、自分のところの、ダミアに到着したということですね。ガンバロコムの2号機、こちらつまむようにして屋根を除去するまでですね。はい、難なく屋根を外しました。はい、さあ、そしてこちら白鷺の方も今家瓦礫の方に2台ロボットが到着して、はい、今屋根を外しているところですね。はい、先生、その手前にいる、はい、ガンバロコムの2号機がちょっとスタートしていますか。何があるでしょう。ちょっと心配ですが、おそらく右側のダミアンの方に行こうとしているんだと思うんですけども、はい、ちょっとスタックしてるようですね。さて、どういうふうに対処するでしょう。そして、アカダミアは白鷺の方ですね。今1号機が上の瓦礫を除去しているところですね。はい、これはもうどっちのチームの